今日は海青山公園等パーク PFI 事業者選定結果公表ということでお集まりいただきました。11月の定例記者会見で申し上げてもよろしいんですが、まあ、大きなイベントでもございますし、それから量的にも若干多いものですから、今日特にセットさせていただきました。今画面見ていただいております、ポールが立っておりますが、これはちょうど30年前、平成4年ですね、ふるさと創生の1億円プロジェクトというのがあって、大変話題を呼びましたが、それはその時建てられたものでございまして、やはり海青山公園というのは、まあ、聖地というおっしゃる方もいますけれどもですね、郡山におけるシンボル的な公園でございますので、それについてですね、さらに日本遺産の一部も構成しておりますし、これからのですね、郡山の町づくりにおいて重要な役割を果たすものとして今回の事業に至ったわけでございます。当然のことながら、これだけの大規模な事業につきまして、抜粋しております都市公園法市長すいませんにあります。市長すいません、はい、申し訳ございません、ちょっとマイクの調子悪いみたいでして、すいませんでした、はいはいはい、すいません。2017年に都市公園法を改正されまして、同法第5条の2に新たに設けられました公募設置管理制度、いわゆるパーク PFI 制度を活用した公園施設の整備と、地方自治法第244条に基づきます指定管理者制度、これはすでに多くの施設で活用されておりますが、公園の維持管理運営を一体的に導入することによりまして、公園の質、本来持っている意義、それから魅力をさらに皆さんに理解いただく、で合わせましてですね、財政的負担も軽減するプロジェクトとして行うものでございます。で本事業は海青山公園の郡山総合運動場等を除く地図を後で見ていただければ分かりますが、地図総合運動場等を除く西側、海青、地盤でいきますと、海青2丁目公園、水緑公園、開拓公園の計4公園を対象にして、2020年度からいろいろ検討して進めてまいりました。で、2021年2月22日には、都市公園制度や企業家系統に精通いたしました外部有識者からなります海青山公園等パーク PFI 事業者選定審議会を設置いたしまして、事業者の候補選定について諮問をいたしました。で、どのような方針で審議いただいたかといいますと、お手元に配りました海青山公園とパーク PFI 事業公募設置等指針、これに基づきまして選定をいただいたわけでございます。諮問後から2024年4月まで計4回にわたりまして、事業内容とか公募条件等について専門的な見地からご審議をいただきまして、去る4月27日から事業の公募を開始いたしまして、その後8月12日の募集締め切りまでにですね、いずれも共同事業体でございます計2社から参加の申し込みいただきまして、締め切り日以降、提案内容の評価方法や事業者、手を挙げられた方のプレゼンテーションなど伺いまして、計2回の選定審議会におけるご審議を経まして、11月8日去る11月8日に選定結果について答申をいただいたところでございます。当該答申を踏まえまして、
本市といたしましては、大和リース株式会社ほか4社からなる共同事業体を本事業の設置等予定者および指定管理者候補とすることといたしました。両社の2社提案をいただきましたが、いずれも非常に質の高い内容でございましたが、候補者として選定した事業者の提案は、公募対象公園施設や自主事業が非常に充実しておりまして、いわゆるにぎわいの形成の点で優れていると、また公園周辺地域の活性化や経済的な波及が見込める点などが優れており、決定に至ったところであります。で、今後におきましては、当該事業者等と都市公園法第5条の5に基づきまして、公募設置等計画の認定や、本事業における基本協定の締結など、事業者として正式決定に向けた協議を進めてまいることとしております。なお、本件につきましては、本年恒例の市議会12月定例会には、海西山公園等における指定管理者の指定議案を、令和5年3月定例会には来年になりますが、特定公園施設の譲渡契約議案を上呈いたしまして、議会のご承認を伺った上で、事業を本格的に進めてまいることとしております。今回のプロジェクトは、2023年度にはですね、整備公園内の整備工事を行いまして、ちょうど市政施行100周年になります、2024年度の供用開始を目指してまいることとしております。本事業につきましては、選定審議会委員から、都市中心部における大規模なパーク PFI 事業は、全国でも例が少なく、地方都市における先例事業となる事業であるとの評価をいただいております。で、海西山公園に対する市民の皆様、思いというのは、大変深く広いものでございまして、今回のプロジェクトがですね、海西山公園の持つ意義、価値を、次の100年に向かってですね、大いに意義を認めていただくということを目指するものでございます。詳細、担当部長、安藤都市構想部長から申し上げますが、若干、今申し上げたこと、補足的なことを申し上げますとですね、すでにこのパーク PFI による公園の整備運営につきましては、すでに全国、令和3年度までですね、全国で102箇所も行われております。で、福島県では最近、須賀川ですか、須賀川市での実施されております。で、ご案内のように、すでに、こういうパンフレットがですね、日本遺産に浅川創生が指定されまして、その一部をなすものでございますので、非常に歴史的な価値のある公園でございますから、今回の事業者選定にあたりましても、このあたりを十分認識して、認定し審査をいただきました。審査くださった方の名簿もお配りしておりますが、いずれもこの分野についてですね、大変見識、識見、そして経験もお持ちの方でございます。で、私どもがお示しした、設置等指針、これは、国の方針を見ながら作ったものでございますが、大変きめ細かく、よくこれを読んで審査いただいたなと思って、敬意を表しているところでございます。海西山公園とパーク PFI 事業、公募設置等指針というものでございますので、時間ありましたらお読みいただければと存じます。それでは安藤部長からお願いいたします。はい、都市構想部の安藤でございます。それでは、続きまして選定事業者による整備のイメージ関係につきましてご説明させていただきたいと思います。資料の2をご覧いただければと思っております。よろしいですか。はい、今回ですね、本事業候補者として選定した事業所においてはですね、李海西山歴史を未来へつなぐ、未来と書いて明日パークをコンセプトにご提案をいただいたところでございます。
再生、再開、再発進の3つの実施方針のもと、開成山公園の歴史や文化を明日へとつなぎ、町の未来はみんなで作る、市民の自発的なアクションを生み出す参加型のパーク創出に向けた、さまざまなご提案をいただいているところで、ございます。整備内容といたしましては、市が定めた本事業の、要求水準書に基づきまして、公園利用者の利便性向上に寄与するためにですね、特定公園施設について、自由広場の芝生、駐車場の拡充、野外音楽堂の多目的化や、トイレ改修などを実施していただくほか、独自の提案として暑い日の日差しを避けるための日陰の確保であったり、雨天時の利用者を利用可能とする大屋根空間を自由広場南側に設置するご提案をいただいているところでございます。でこれらの費用につきましては、今のところ予定としまして7億円ほど予定してございます。そのうち市の方で6億3000万ほど負担をし、落札事業者の方でこちらの残りの分を負担する予定としてございます。また併せてですね、本事業者の収益施設となる公募対象公園施設につきましては、自由広場の東側、西側および南側の、3棟をですね、新たに設置しまして、飲食店や、多目的スペースとしての利用をご提案をいただいているところでございます。本事業者の提出におきましては、公募対象公園施設における飲食店の設置のほか、指定管理業務における実施事業としてイベントや体験プログラムの開催などですね、さまざまな企画や催し物をご提案をいただいているところでございます。開成山公園におけるにぎわいの創出であったり、近隣地域を含めた開成山地区の活性化が大きく期待されるところであると考えております。で続きまして、夜間におけるですね、利用につきましても、石塚にかかる橋をですね、LED 照明によりライトアップすることにより、夜間の演出を実施できるようにするほか、園内の公園の街路灯ですね、公園灯についても新たに LED 灯を30基以上設置するなど、夜間でも安全安心にご利用いただけるよう公園の整備環境を整備する予定となっているところでございます。今後におきましてはですね、事業者と基本協定を締結した上で、整備の内容、施工スケジュール、設置店舗、実施イベントなどですね、事業内容の詳細について事業者提案をもとにですね、協議を進めてまいりたいというふうに考えております。市民の皆様が利用しやすいような公園整備に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。私の方からの説明は以上となります。よろしくお願いします。それでは質問をお受けしたいと存じます。お受けする順番は幹事社様からお願いしたいと存じます。それでは読売新聞様、いかがでしょうか。はい、読売新聞です。まずそうですね、改めてその冒頭に開成山公園は地域の交流のシンボルで、これからの街づくりで重要な役割を果たすとおっしゃっていたんですが、そういった公園をまずそのパーク PFI の、 その対象にした理由っていうのは、そもそもまず何だったの、どういうものだったのかなというのをお願いします。パーク PFI 事業をですね、これがあるからやるってよりはですね、開成山公園のもっと将来に向けてですね、特にベビーファーストが、これは国税でもありますが、その中でですね、どのように開成山公園の機能を発揮してもらうかということがまずありました。ただ大変大事な公園でございますから、やはりパーク PFI とこの法律に基づきましてね、
そこ基本をしっかりそこに置いて、将来計画を立てていただこうと、こういうことで今回のプロセス手続きを取ることをしたわけでございます。その市が主導でやるよりもパーク PFI を利用してやった方がその、まあ、ベビーファーストだったりとかっていうその回収の理念を実現しやすいっていう、はいはいはい、ありがとうございます。どうしても旧来のですね都市公園法の概念に縛られがちですが、せっかく非常にあの公園法というのはあの規制が厳しいんですが、そこを解いてですねあえて新しい使い方をしてもいいよということが認められましたので、これ幸いとこのパーク PFI を活用するしようというふうに決めたところでございます。当然あの もちろんこう予算、今後必要とする予算につきましては議会のご承認を得ますので、それを前提での話でございますから、があの今回の方向を取った次第でございます。ありがとうございます。と読売からは以上です。ありがとうございました。それでは引き続き幹事社以外の皆様からお受けしたいと存じます。質問のある方は挙手をお願いいたします。マイクお持ちいたします。福島テレビの浅野と申します。よろしくお願いします。あのこのPFI 事業を進める中で、まずそのベビーファーストの観点というところ、またあの防災機能という話もあったと思います。であの具体的にはその公園施設のところで芝生のところでしたりトイレの改修というところあると思うんですが、このベビーファーストに関するような施設や改修、また防災機能を持つような改修というのは現段階でどのようなことをお考えか教えてください。その辺はまずですね、この今回受注いただいた方に大いにアイデアを出していただこうということでおりますので、そこをご期待いただきたいと思いますが、あの公園周り行っていただけば分かりますように、休日はねもうあのジャングルジムとかあるところはもうお子様連れの保護者でいっぱいでございますから、そうした光景もですね十分に頭に入れてプロジェクトを考えていただきたいなと思っております。安藤部長どうぞ。よろしいですか。はい、では私の方から補足説明をさせていただければと思います。まあ今回のですね本事業の事業推進行にあたりまして、まあ、市民のアンケートなどですねいろんなこう媒体を介しまして、どういう公園がいいかなというものの意見とか課題等を表しまして、当然あの今言いましたように市長がお話ありましたようにベビーファーストの観点等も踏まえまして、当然郡山は車で動く方もおられるということも踏まえまして、駐車場の拡大とかですね、あとトイレのこう優しいトイレとかですね、そういうふうな意味でそちらを踏まえまして、あと先ほどご説明しました通り公園等ですね、夜間でも少しでも、まあ、ベビーファーストにはちょっとあれかもしれませんけれども、そういう意味でいう公園の明るいものというものも、いろいろ回収材料にしております。であともう一つはですね、雨の日であったり夏の日天気が良すぎて今度逆に直射日光で暑いとか雨で急に雨が降ってきたとかいう時に、そういうものを含めて大屋根ということで、まあ、一時的にこう暑さをしのげる場所であったりとか、雨を避ける場所という部分で、そういう部分をいろいろ考えていたところでございます。当然、公園の利用者は子どもから、大人まで、ですね、安心して利用できる環境整備を行っていきたいというふうに考えてございます。それともう一点、お話しいただきました、災害時の利用という部分もあったかと思うんですけれども、当然、災害が発生した場合においては、避難の場所の一つとして考えているところでございますので、当然広場全体を活用しましてですね、物資の搬入とかですね集積場または駐車場を新たに設ける駐車場などをやってですね利用しながら、そういう形で物資の搬入場所にしたいなというふうに考えております。と合わせて先ほどの大屋根の部分については当然雨風
多少は防げますので、そこで炊き出しなどの支援であったり、そういうことも考えているところでございます。それとあとトイレに関しましても、当然今のトイレのみならず、あとマンホールトイレということで、結局下水管を通して通常マンホールの蓋をしておきますけれども、そこを開けることで仮設トイレをつけてマンホールにトイレが流せるというのもちょっといろいろ考えておりいうところでございます。でベンチにつきましても、当然炊飯も必要になってくると思うので、ベンチをうまく活用して炊飯の場所にできるようなこともできればなというふうに考えているところでございますので、当然、ベビーファーストから災害までも対応したような公園にできればいいなと考えているところでございます。ちょっと長くてすみません、以上でございます。ありがとうございます。それでもう一つ改めてなんですけれども、この、令和6年度からのスタートを目指して今から取り組んでいきますが、完成したら市民の方にはこうどういうふうに利用してほしいとか、あと改めてそのどんな公園にしたいかという今の思いを改めてお聞かせください。その辺はですね、まさに受注いただいたグループの皆さんに大いにこれまでの経験を生かして提案をプロジェクトの中に組み込んでいただきたいと思いますが、先ほど安全ですという面については2011年東日本大震災の折に、あそこの海鮮球場の東側がですね、自衛隊の補給トラックが来まして、あそこで、市民の皆さんが並んでですね、水の補給を受けてたということを経験しております。それからいろんな健康診断等をですね、総合体育館で、こちらでやっていただいたことありますので、今災害対策についてどうかということは、この海鮮山公園のほかと東側のですね、施設とトータルに考えていくことになるかと思っております。よろしいでしょうか。はい、もしよろしければ部長様の方にもちょっと、はい、今後のですね、公園の利活用についてということになると思いますけれども、当然今、こういう街中にあるこれだけの面積のある公園っていうのもなかなか本当の東京とかそういうところの都会でないとないところではあるもんですから、先ほど来説明しておりますとおり、にぎわい、人々がですね、市民の方がこう楽しく集まれて、にこやかな場所になるようにしていければなというふうに考えております。当然そのためにも我々のみならず、民間の事業者の方のノウハウを多くご協力いただきながら、そういうにぎわいのある場所っていうのはやはりそういう方々が非常にいいことだと思いますので、そういう方々の協力いながら進めていければなというふうに考えております。以上です。ありがとうございました。はい、他に質問のある方はいらっしゃいますか。はい、朝日新聞さん、お願いします。朝日新聞斉藤です。すいません、ちょっと確認ですけども、この回収費用というのは、全部で約7億円 で市の負担分は約6億3000万円で、残りが今回選定された事業者さんが負担するということでよろしいでしょうか。はい、その通りでございます。で、このパーク PFI によるこの公園の整備というのは、郡山市の公園ではこの海鮮山公園が初めてということで良いですか。はい、パーク PFI 事業につきましては海鮮山公園がまず最初ということになってございます。で、福島県の公園では須賀川市の緑が丘公園でしたでしょうか。それに次いで2番目なんでしょうか。はい、そうですね、須賀川に次いで2番目ということになってございます。はい、で先ほど市長さんおっしゃったんですけど、この都市部でのこの大規模な公園でパーク PFI 方式が採用されるっていうのは、これは全国的に見ても珍しいというふうに言えるということなんでしょうか。
先ほど全国でもうすでに102公演でですね、102箇所で行われているという、私定量的にそれぞれ把握しておりませんけども、少なくとも今まで聞いた中では相当大規模な公演もあるなというような感じで受けております。はい、追加でご説明させていただきたいと思います。まあ、都市部においてですね、はですね、なかなかこう本当に大きいところもございますけれども、やはりこう郡山規模でこれだけの都心部にあってある公園というのは、珍しいということで、今注目はいただいているところでございます。以上です。はい、あと細かいんですけども、駐車場の台数というのが拡大されるということですけども、現在の何台から、何台に拡充されるという数字が分かればお願いします。はい、現在ですね、今のところ70台の駐車可能なんですけれども、新たに60台程度を増やしたいということで、今考えているところでございます。以上です。じゃあ全部で130台ぐらいになるという。あとこれも細かいですけど、この自由広場の、西東南のあたりに、飲食店とか多目的スペースができるということですけども、具体的にどんなお店が入るとかっていうのは、まだこれからだとは思うんですけども、市としてはどんなお店、どんな施設が立ってもらいたいというふうに希望としてあるんでしょうか。はい、今現時点ではですね、まだ提案者の考えもございますので、どういうものというのは言えないんですけど、先ほど来お話ししている通り、やはりこう人々がですね、市民の方々が集まりやすいものですね。一つとしては、まあ、お子さんたちが先ほど来お話している安心して、集まれる場所であったり、あとこう休めて休憩できるようなもの、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、これも私が言っていいのかどうか分からないんですけど、まあ、例えばコーヒーショップであったり軽食であったりというようなものはやはりあった方がこう皆さん集まりやすいのかなっては考えているところはございます。ただあくまでもそれは今度事業者の提案もあります。で、提案の中には地元のそういうところを使いたいということもお話しいただいておりますので、どこというのはこれからいろいろ事業者と協議していきたいというふうに考えております。以上でございます。あとすいません、23年度から工事が始まるということですけれども、これに伴ってのその公園の施設内のこの利用制限とか立ち入り禁止とかっていうのが生じることになるのかどうかということと、もう一つたくさんの人がこう公園に集まってですね、まあ、今の時点でも結構休日とかは海星山公園の周辺車渋滞がよく発生してますけども、この完成後のその交通渋滞の懸念とか、そのあたりはどういうふうに考えていますでしょうか。はい、工事期間におきましての、まあ、公園利用の状況でございますけれども、当然建物を3つ建てるようなことになってきます。なおかつこう芝生の今現在そこの場所って砂利道なもんですから、そこを芝生を張るようになりますので、当然約1年くらいに関しては、利用極力ですね、利用者の、迷惑にならないようにって言ってもかなり厳しいんですけど、とりあえずある程度、全部公園を中止するわけではなくて、建物を建てる位置とかそういうところはちょっと工事の関係上安全性を担保しなければいけないと考えておりますので、当然利用中止というふうに考えてございます。ですからその辺については市民の皆様に理解していただけるようにやっていきたいなというふうに考えてございます。あと、まあ、渋滞対策につきましては、今年のですね11月1日に、従来私ども都市整備部
ということでいたんですけれども、実はあの総合交通政策課というところが私どもの方に、組織改編をしまして渋滞対策をやるかもございます。でこちらと協議しながら合わせて先ほど駐車場の台数を増やし、合わせてその駐車場の利用状況等もちょっと近くになりますけれども見える化するような形でのいろいろ情報の伝達方式も今考えているところなので、できる限りそういう交通渋滞にならないような努力はしていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。ありがとうございました。その他ございますか。はい、毎日新聞お願いします。毎日新聞の根本と申します。2つあります。まず夜間のこうライトアップとかあるんですけど、防犯対策ってどういうふうにするのか教えてください。はい、一応ですね、公園の利用の時間につきましては、一応夜の9時前までには利用を中止しようというふうに考えております。当然その防犯対策ということで先ほどご説明しましたように LED ライトをですね30基以上増やすということも考えております。ですからそういう形である程度の時間の利用ライトアップ等で安全を確保していきたいというふうに考えております。以上でございます。ありがとうございます。じゃあもう一点なんですけども、私郡山に来てまだ半年ちょっとなんですが、近辺にあんまり子どもたちが遊べるところがないなっていうのはすごく感じてまして、大人から子どもまで楽しめるっていう観覧車とまでは行きませんけども、大月の方でしたっけ、体育館の中隣にいっぱい遊具があって子どもたちは遊んで、遊具を置く計画みたいなのはないんですか。その子どもが楽しめるためにだだっ広い芝生だけじゃなくて。はい、今現在におきましては例えば小さい子遊具というのはいくつか設置はしてあるんですけれども、改めてその今言った多分カルチャーパークのお話かなと思いますけれども、それはそれでとして、今カルチャーパークは設置しておりますので、今会社さんに公園に関しましてはそれらその他の遊具については今のところ設置見込みはないということで、あくまでもそういう部分でのこう集まる場所ということで考えているところでございます。以上でございます。そうするとベビーカーで芝生の上を散歩しながらこの飲食店ブースを回るという、そういうイメージでよろしいんですか。はい、あとですね、確かにお子様連れの場合はそういうところで日陰等もしくはそういうところでこう、形を言っていただきたいと思います。あと海瀬山公園の中におきましては今現在ラッキー公園ということで、そこを設置してございますので、ポケモンの方のラッキー公園も今あって、だいぶ今人が集まって、お子さんたちの憩いの場にもなっているということなので、まずそれらを活用していきたいというふうに考えてございます。以上でございます。ありがとうございます。その他ございますか。はい、それでは河北新報様お願いします。先ほどの説明ですと回収費7億円でそのうち9割は市の負担で、事業者は1割で負担で済むという話でした。で、これ19年間管理任せるわけですよね。で、市が作成した資料のこの事業目的にはですね、財政負担の軽減を図るのも目的なんだということが載ってます。先ほど の, その回収費の部分だけ見るとですね、参入業者を儲けというようなですね感じもしちゃうんですけれども、19年間で市の一等地を独占的に管理運営する権利を手に入れるわけですから、他にもその財政上 の, その出入りといいますかね、財政負担軽減のための策というか、あるかと思うんですけれども、他のもうちょっと財政上 の, そのメリット等をご説明いただけますか。はい、今のですねあくまでも施設整備費関係の方の
金額を先ほどご説明させていただきました。でそれと合わせまして当然管理運営指定管理制度になりますので指定管理利用というのは別途発注お支払いするということになってございますので、こちらについても別途協議というか別途お支払いする予定で今進めているところでございます。管理料市がこの事業者に支払うんですか。はい、指定管理料ということになりますので当然市が事業者の方に指定管理料としてお支払いするということになります。その管理料とは当然今直営でやってるわけですけれども直営の管理費料よりも安くはなるわけですよね。当然その辺は指定管理今も指定管理動いているのは当然今現在直営でやるよりは費用負担が抑えられるというふうな判断でございます。ざっくりとしたその資産ってないんですか。年間このぐらい今までの直営管理料がいくらでっていう具体的な数字。はい、ですね、いろいろですね、駐車場を有料化したりそういうものとかですね委託料とかいろいろ税収が増える分使用料の収入が増えるところもございます。それは当然事業者の方の収入になってきます。でうちの方で試算しますと大体、年間あたりですね、18万ほど市の負担は軽減されるのではないかというふうに見込んでいるところでございます。年間18万円程度18万、はい、のが軽減されるのではないかと見込んでいるところでございます。年間18万。そうするとですね事業目的に乗ってるその財政負担の軽減っていう目的はほぼ達成されないのではないかと素人目には思うんですが、当然額面的には大きくないんですけれども当然もともと市の負担が、本来減るということは重要な案件だと思っておりますので、それは対応できているものというふうには考えております。だからその1円でも軽減されれば負担軽減だっていうのはかなり詭弁だと思うんですけど。すいません、今現在うちの方事業者の方もですね電気料が増えてみたりうちの方からの委託料等も増えて、トータルとすると400万程度の市の減収支出が抑制されるというふうにトータルとしてはそのぐらい判断しているところでございます。電気料の高騰っていうのは瞬間風速的な話ですよね。よろしゅうございますか。この資料1にもございますように指定管理業務期間と19年でございましてロングランでですねこのトータルとして役所が公園管理するよりも民間の力を借りながら活用してそしてその活用のコストは民間の力でバランスシート損益計算の感覚できちっとやっていただくというのが狙いでございます。官庁会計ではですねそのようないろんな知恵を出していくと有効活用というのが大事でございます。当然財政的にもですね有利になるようにというのがこのパーク PFI の発想でございますのでそれに基づいて制度設計していくというふうにご理解いただきたいと存じます。いやだからパーク PFI 制度のそもそもの設立理念というのは国が作ったですよ。制度設立の理念というのはこれから人口が減少していって、自治体の財政が厳しくなる中で公園部門の管理というのを民間に移すことによって財政まさに事業目的にも書いてある通り財政負担の軽減を図るんだというところに大きな要点があると、あったはずなんですけれども年間18万円 の、 負担軽減だっていうんであればですねこれその制度創設の理念にもからもずれてくるんではないでしょうかという質問なんですが。すいません公園緑地課でございます。
まず一つ整備費の方からもご説明差し上げますが、こちらのパーク PFI 事業を活用することによりまして、先ほど7億円の整備費のうち市の負担は6億3000万というお話をさせていただきましたが、今回この制度を活用することにより半分の3億1億5000万ほどが3億1500万ほどが国庫補助、それから、残りの9割2億8400万円が地方債、一般財源としては、3150万ほど、ここの整備の中でパーク PFI を活用することによって市の軽減負担が軽減されるところでございます。それから先ほど18万というお話ありましたけれども、先ほどの整備の中で、LED ライト30基以上とかそういうものを整備すると、それから駐車場のゲートですね、ゲートの補修、それから委託料などやはり指定管理とかでもそれら事業費は増えることでございます。そちらの合計と現在の差額を想定しての18万でございますので、およそ年間400万程度の今と比べれば軽減されるということを想定しているところでございます。以上でございます。わかりました。あともう一点、ダイワリースというこの業者ですけれども、全国でこのパーク PFI の実績があるところではあるんですけれども、これ意地悪な見方をしちゃうとですね、どこの公園でも金太郎飴のような、維持管理を行っているというですね、批判もあるんですけれども、そういったところについてはその選定にあたって、どのような検討がなされていたんでしょうか。はい、確かにですね、その全国的にもやっている事業者でございます。当然構成メンバーに対しては地元の事業所も当然入っておりますので、当然そういうそこを主導ではなく、その構成団体がそれぞれ事業所等と協力しながら、より良い、地元の企業も入っているという観点もございますので、そのようなことのないように我々としても指導してまいりたいというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。はい、それでは毎日新聞お願いします。追加で、先ほど部長がちらっと駐車場有料化とおっしゃったんですけど、今も有料なんですか。はい、現在はですね、無料で駐車をしていただいているところでございまして、今回9月議会の方で、駐車場、公園の駐車場の有料化の条例も上程させていただきまして、議決をいただきまして、2024年度から有料化をしていきたいというふうに考えてございます。以上です。ちょっと納得できないんですけど、しょうがないですね。他にございますか。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは点ですが、先ほど、全体を通じまして申し上げますと、今の新しい都市の考え方につきましてはですね、ウォーカブルシティというのがございますのでね、とにかくなるべく歩いていただくということもこれからの都市の一つの課題になっております。それから駐車場につきましてはですね、やはり使う人と使わない人と受益者負担という考え方ありますので、駐車場も何も手入れをしないで使っていただくわけにいきませんので、そのようなことで受益者負担の考え方で駐車場は一定時間以上はですね有料化という考え方で今まで進めておりますので、今回もそのように捉えていただければと思っております。深町みたいに市役所の駐車場2時間以内が無料で皆さんもちらが開業できる、そういうイメージで考えます。時間を超えてるような、はい、今すでにですね、その一定時間以上は有料化ということで方針出しておりますので、そうしたことも念頭にこの改正案についても考えていくというとご理解と思います。追加でよろしいでしょうか。今のご質問に対して2時間までは無料と
ということでございます。であと、まあ、障害等の手帳をお持ちの方は無料という形で、その一定時間という市長がお話しいただいたのが2時間ということで今想定してございますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。それでは他にご質問ございますか。はい、それではないようでございますので、以上をもちまして市長記者発表を終了いたします。どうもありがとうございました。